はい、始まりました。イシモンジャップ TV。 2021年シーズン J リーグ開幕まで残り1ヶ月。開幕戦が待ち遠しくワクワクしている中、本日のトークテーマですが、ここ最近移籍関係について語らせていただいている中で、今回も移籍市場関係ではあるものの、いつもより切り口を変えております。そのトークテーマですが、2021年シーズン J2 のこの選手がまさかの残留、〇〇選手の残留が最大の補強、注目トップ11を発表していきたいと思います。移籍市場といえば、退団するもしくは加入するに注目されがちですが、活躍してもなお活躍したチームに留まるのも一つの見どころ。よく言われているのが、〇〇選手の残留が最大の補強と言われるように、今回の動画はそこに焦点を当てます。 J2 の選手であれば、上のカテゴリーに J1 がありますので、活躍を経て個人昇格移籍する選手が40人以上いました。しかし、そんな個人昇格移籍した選手と同様、もしくはそれ以上の活躍をしても移籍せずチームに留まった男気ある選手も多くいますので、トップ11のランキング形式で補強レベルの残留をした J2 の選手を発表していきたいと思います。まず選出基準としては、2020年シーズンの活躍はもちろんのこと、これまでの実績、そして年齢等を加味して J1 に移籍してもおかしくないだろうと思われていただけに、残留には驚かされたという目線を選出基準として発表します。それでは早速、まず第11位、ディフェンダー柳康隆選手、栃木 SC に残留。2020年シーズンは35試合出場6得点、レンタル元のアルビレックス新潟には復帰せず、プロサッカー選手として初めてフルシーズン戦い抜いた栃木 SC に完全移籍。これはアルビレックス新潟本当にいいのかと思ったレベル。新潟としてはもったいない気もしますが、栃木としては補強レベルの残留と言えるでしょう。この柳選手は思い出しただけでも笑いが出るほど、2020年シーズン9月は大活躍。センターバックの選手やのに9月だけで4得点。しかもそのうち2得点はロスタイムに勝ち越しゴール。さらにそのロスタイム勝ち越しゴールの2ゴールに関しては、共にロスタイムからの出場というコスパの良さから、核兵器っぷりの危なささえ感じます。彼一人だけで勝ち点6くらいは9月だけで持っていったと言っても過言ではない。競り合いが強いのもあるんですが、ポジショニングの良さと何よりも神がかっている感もあって、もはや怖い。人生のいい時間をこの2020年9月の期間に一気に凝縮させていないか心配になるレベル。またシーズン後半戦からスタメンの座をディフェンダーとして確保しており、田代正也選手が抜けた栃木のセンターバック事情もありますので、2021年シーズン神がかりな得点力も期待したいのですが、まずは守備の安定をもたらすというところでの活躍が期待されるのではないかなと思います。そして次、第10位、ミッドフィルダー上條聡輝選手、ファジアーノ岡山に残留。契約更新も少し遅かったので、他チームとの交渉はあったと思います。2020年シーズンは42試合出場、7ゴール5アシスト。2019年シーズンは琉球で38試合出場して14得点と、それに比べたら2020年シーズンは物足りなさを感じますが、攻守にわたってハードワークでき、かつ一人で局面を打開できる選手なので、岡山の絶対的アタッカーとして2020年シーズンは君臨しておりました。セールスポイントはその運動量もなんですが、シュートを打って打って打ちまくるスタイル、ディフェンダーからしたら本当に怖い選手。無回転シュートが得意なので、ゴラストゴールが2021年シーズン何度見れるのか楽しみです。そして次、第9位、ミッドフィルダー白井英二選手、ファジアーノ岡山に残留。先ほど発表した上條聡輝選手に続き、岡山としてはよくつなぎ止めたなという印象。そんな白井選手は2020年シーズン38試合出場4得点2アシスト。2019年の水戸時代といい、2020年の岡山といい、シーズンを通して2年連続チームの主軸として試合に出ずっぱり、そろそろ J1 に移籍だろうと思っておりました。この選手は豊富な運動量が特徴で、ボールのあるところに白井英二選手ありと言っていいくらい。しかも彼は攻撃の時にボールに携わると、ボールがスムーズに回る。無駄なタッチがない。コンビネーションで一気にゴール前まで侵入するシーンも多数見られ、運動量とポジショニングの良さ、そして技術力ある選手。昨年は不調だった岡山の中、一人気を吐いてたイメージがありますので、今シーズン岡山を順位アップさせられるかが要注目かなと思います。そして次、第8位、フォワードのベニシウス・アラウジョ選手、モンテディオ山形に残留。
2020年シーズンは37試合出場、14得点、4アシスト。この選手はリーグ戦が終わった直後に契約更新されていて、チームの主軸として J1 昇格に向けて来年もという山形のフロント陣営の本気度を感じました。またこの選手は2020年シーズンの加入当初、シーズンの前半戦はさっぱりだったんですが、J2 の後半戦だけで13得点と荒稼ぎしているので、後半戦だけで見ると MVP レベルの活躍。見た目はパワー系ですが、どちらかというと技巧派の選手。特にプレースキックの精度が半端じゃない。いやらしいところにボールを蹴ってくる印象があります。あとストライカーとしては点の取れる場所をよーく分かっている。勘どころをつかむのが本当にうまい。元ブラジルアンダー23代表ということで、その片鱗を一気に見せており、さすがの一言。その肩書きに見合う活躍が2021年シーズンも求められると思いますし、モンテディオ山形を J1 昇格に導けるのか要注目。そして次、第7位、ディフェンダー村松康太選手、ギラバンツ北九州に残留。2020年シーズンは40試合出場。シーズン前半はギラバンツ北九州首位と、一時は J1 昇格もちらつくくらい躍進した北九州の守備の要。北九州からは数多くの主力が抜かれているだけに、彼の残留は大きい。特徴を一言で言うならば、和製カンナバーロ。体は171センチと小柄ではありますが、その鋼のようなボディが半端なくエロい。ムッチムチのムッチムチ。8切れんばかりの太ももから成り立つ馬力を生かした守備は、見ていて気持ちいい。1対1で彼を抜き去るのは至難の技と言っていいでしょう。高いラインを設定するチームにはもってこいな存在。J1 へ引き抜かれないかが心配ではあります。そして次、第6位。ミッドフィルダー高橋大吾選手、清水エスパルスからギラバンツ北九州へレンタル延長。2020年シーズン41試合出場、9ゴール6アシスト。この残留は本当に意外。清水エスパルスとしてはもったいない気もしますが、大型補強を敢行する清水の中で出場機会に限りがありそうなので、高橋選手にとっては良かったのかもしれません。しかし彼は J1 で見たかったっていうのが J2 民としての本音。もう彼は匠という言葉が本当にお似合い。シュートうまいはドリブルで剥がせるはパサーとしても有能で、左足の細かいタッチが様になりすぎて、まさにサッカーがうまいお兄さんっていう感じ。しかも顔出ししてボールを引き出す動きもよし、さばくもよし、ペナルティエリア付近になると大胆にテクニックを披露したりと、状況に応じたボールの持ち方ができており、意外と無駄なことをしないテクニシャン。村松選手と同様、北九州の躍進を支えた中心選手と言っていいでしょう。昨年と同様同じ輝きを放てるのか楽しみです。そして次、第5位、ミッドフィルダーの泉沢仁選手、ヴァンフォーレ甲府に残留。2020年シーズン28試合出場、3得点、4アシスト。近年財政的に厳しいと思われるヴァンフォーレ甲府の主力を軒並み放出する傾向がある中、泉沢選手に関しては残留となると相当重要な選手として位置づけされている現れかなと。この選手といえばもうドリブル。相手の足をピタッと止めさせて自分は一気にスピードアップするドリブルは J2 で一番うまいと思います。フェイントの種類も豊富で見ていて本当にワクワクする選手。特にサッカー少年にとっては間違いなく研究される的であり、夢のある選手。ゴールやアシストよりも今年は何人ドリブルで抜き去るのか楽しみであります。そして次、第4位、フォワードのピーター・ウタカ選手、2020年シーズン京都サンガ FC に逆転残留。2020年シーズン40試合出場、22得点、5アシストの言わずと知れた J2 得点王。36歳のアフリカ人の体はどうなっているのやらか。そんな彼はオフシーズン町田ゼルビアへの移籍報道があり、京都対談が濃厚と思われた中、記事の信憑性は置いといて、京都より年俸が高いと思われる町田のサイバーマネーを断り、京都に逆転男気残留。これは本当に熱い。プレイヤーとしては速い、うまい、強い、賢い、ずるいと5拍子揃っており、J リーグ屈指のスーパースケットフォワードとして各チームで結果を残している彼ですが、どのチームもワンシーズンのみの在籍という過去があり、京都において初の2年連続在籍は京都としては誇らしい事実。そんな京都に関しては個人サッカーから組織サッカーを推し進めるにおいて、脱戦術ピーター・ウタカも当然の流れであり、当の本人はどう輝くのか。張基ジェ監督とピーター・ウタカ選手の組み合わせは相反するだけにどんな采配がされるのか、全 J リーグファンが注目していると思います。そして次、第3位、ミッドフィルダー佐野海舟選手、FC 町田ゼルビアに残留。2020年シーズン41試合出場、1得点、1アシスト。この選手の残留には非常に驚きました。J2 ナンバーワンと言っていいボールハンターの残留は FC 町田ゼルビアだからこそかなと、サイバーマネーで引き止めたと見ております。じゃないとおかしい。J1 チームからのオファーはあったと思いますが、2020年シーズンの活躍から年俸はそれなりに上げてもらったんじゃないかなと。じゃないと本当におかしい。
この選手の守備範囲の広さは本当に半端じゃなく異常。抜群の実績を残した上で迎える今シーズン、昨年はチームの成績が振るわなかった中で求められるのは J1 昇格争いへ順位を引き上げること。町田の中心選手としてボールを刈り取る彼のプレーには要注目。そして次第2位、ミッドフィルダー海洋セザール選手。ビファーレン長崎に残留、レンタル元の川崎から完全移籍で獲得。2020年シーズン40試合出場、6ゴール2アシスト。川崎手放したかっていうのがまず第一印象としてありますし、長崎としては非常に大きいニュース。まあこの選手を保有できる J2 チームはかなり限られており、それなりに資金力があるチームじゃないと難しいと思われるので、長崎ならまあ納得。この選手はマジでチート、スケールがでかすぎてなんで J2 にいるのか疑わしいレベル。193センチのガタイから成り立つスライドの長いボールダッシュは唯一無二。取られる側の選手も驚きでしょう。しかも攻撃は意外と繊細でワンツー大好き。コンビネーションで崩したりまたぎフェイントを駆使する様は見た目と不一致すぎて笑えるレベル。もう J2 にていい選手ではないのは明らか。この選手の残留だけでビファーレン長崎は2021年シーズンも J1 昇格争いに入ってくると言えるでしょう。そして次、栄えある第1位、ミッドフィルダーの本間紫苑選手。アルビレックス新潟に大逆転残留。2020年シーズンは40試合出場、7得点、7アシスト。一時は徳島ボルティスへ移籍や、その他 J1 チームからのオファーなど噂が立ち、移籍濃厚と思われ、もつれにもつれた結果、アルビレックス新潟に逆転残留。これはアルビレックス新潟のサポーターとしては涙が出てくるくらい激アツ展開なんじゃないでしょうか。新潟のダブルエースの相方、渡辺新選手が大分トリニータに移籍したので、相方の本間選手も抜けるとなると、新潟としては大ダメージだっただけに、この残留は本当にでかい。他の J2 民から見ると J1 でプレーする本間紫苑選手が見たいっていうのが本音。この選手はドリブルにしろシュートにしろパスにしろ一人なんか違うリズムを持ってる選手。小さい体から繰り広げられるプレーは繊細さと大胆さの相反する二つを兼ね備えており、唯一無二な選手。ドリブルのキレキレ具合に急ではありながらも正確なループパス、そしてミドルシュートのうまさなど観客を沸かせることができるポイントを多く持っている選手。今シーズンはどれだけそのド派手なプレーが見れるのか楽しみです。そして残留したからにはアルビレックス新潟を J1 昇格へ導く活躍が期待されると思います。以上、2021年シーズンの J2 のこの選手がまさかの残留、〇〇選手の残留が最大の補強、注目トップ11でした。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。